感じ。あ、オッケー。あ、いいですね。かわいい。え？まだちょうどいい感じになんかあのシースルーだからすごい綺麗。ねえ、すごい綺麗な色してるね。本当ですか？あ、かわいい。はい、川内美里です。22歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんなジャンルのお仕事ができる、舞台もできるし、はい、映像もできるし、歌もできるし、何でもできるなと思って、毎日台本をお風呂に持って行って、例えば台本覚える時だったら、セリフ覚える時だったら、ここからここのページまで覚えるまでは湯船から出ないとか、渋いお菓子が結構好きで、あのおしゃぶり昆布みたいな本当ですかをカバンに入れてたりとか、あのお風呂とか入ってる時はあのもう一人リサイタルみたいな練習をしてお風呂で。ガールズステージの読者の皆さん、こんにちは、川内美里です。好きな音楽はそうですね、なんかミュージカル系の曲だったりとか、あとアニソンだったり、あと夏メロも好きですね。カラオケで結構歌ったりします。はい。今一番ハマっていること、そうですね、今はちょっとお家にいる時間が長い期間なので、文字を書くこと、もうなんか結構な長い時間、好きな曲の歌詞だったりとか、好きな、 なんかこう本のフレーズとかになって、一節とかをこうノートにバーって書くっていうのが好きです。どんなファッションが好きかな。そうですね、なんか私背が低いので、その自分の体のバランスに合った、あのなんかね、大きすぎずちっちゃすぎず、なんか背の小ささをカバーできる服っていうのと、あとね、なんだろうな、ちょっと変わったデザイン、襟元にデザインがある服だったりとか、ちょっと奇抜な色だったりとかっていう服もちょっと選んで買っちゃったりしますね。はい、得意なことは、そうだな、なんだろう、喋ること喋り続けるのは好きですね。あの一人でずっと喋り続けられますね。はい、喋るのが好きです。はい、苦手なこと、ことっていうか、ものっていうか、人っていうかなんですけど、なんか怒った時にパンとかパンとか、なんかすごい大きい音立てるのは人はちょっと怖いなって思うのと、あとお化け屋敷が苦手です。一番嬉しかった、私が成人した時に、あの祖母がと祖父があのネックレスを送ってくれたんですけど、それがあのちょっと年を取った時でもつけられるような、すごいなんかナチュラルなデザインのもので、それがすごく嬉しかったです。今欲しいもの、春服を爆買いしたいです最近笑った出来事、なんだろうな、私結構笑い上手なので何でもすぐ笑っちゃうんですけど、あの友達とあのテレビ電話、ビデオ通話で、あの笑ってはいけないゲームみたいなのをやったんですよ。でみんなでこう仕掛け合ってやるゲームなんですけど、それでもう笑ってはいけないのにいっぱい笑ってしまいました。最近泣いた出来事が、私あんまり私生活で泣かないのであれなんですけど、そうだな、何で泣いたかな、多分ですけどアニメの作品を見て大号泣したのが最後だと思います。はい。
子供の頃の夢は、たくさんあったんですけど、すごい印象に残っているのは織姫様なることで、あの織姫様の羽衣みたいなのを羽織りたかったっていうだけなんですけど、はい、でもなんか織姫様になったら好きな人と年に1回しか会えないので、ちょっと嫌だなと今は思ってるんですけども、今の夢はそうですね、なんかもっともっとなんかいろんな役に挑戦してみたいですし、あとなんかお芝居だけじゃなくて、もっといろんなお仕事、お芝居っていうか舞台とかだけじゃなくて、なんか声のお仕事だったりとか、なんかいろんなことにもっともっとたくさん挑戦して、自分のできることの幅を広げていきたいです。はい、私の SNS 各種、ありますので、ぜひぜひ興味があるよって方は見てみてください。よろしくお願いします。